皆さんこんにちは Kindle 作家の笠子です毎日一言メッセージ1月の三日は新食忘れて夢中になれることを大切にということですまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけれども実はこれ大人になればなるほどできていないんですよね寝る間も惜しんで食べる間も惜しんでやりたいことっていうのを え我慢して、えー、嫌なことをやらなくちゃいけないことばかりに追われてしまうと。でも今の時代って本当にこう 忘れれてて夢中になれることを突き詰めてやったもん勝ちの世界だと思うんですよね、えー、今はネットというツールしかもネットもその言葉というブログだけではなくて例えば音声ツールだったりとか動画ツールだったりとかさまざまなものがあるのでくだらないことでも好きなことを突き詰めてやったらそれが一躍有名になってマネタイズができて仕事になるっていう人いっぱいいると思うんですよね、えー、例えばゲームね。 ゲームなんかやってたらみたいな話ってあるじゃないですか。でもゲームのね、実況動画とかで稼いでる人がいっぱいいるわけですし、ね、あの攻略動画とあつ森の攻,攻略動画なんて YouTube で本当にたくさん私見ましたけれども。 やっぱりその、ね、徹底してゲームをやり込んでゲーム楽しいみたいな人はやっぱりそれでお金になったり仕事になったりするわけです。で、まあ、別にあの仕事やお金にならなくても寝る間も惜しんで食べる間も惜しんで、えーね、夢中になれることがあるって本当に人生にとって幸せなことなので是非それをですねあの我慢するのではなくて、えー、突き詰めてやって、まあ、それをただ自己満足で終わらせれば、まあ、もちろん趣味になってしまいます。 ますけれどもその自己満足であるその侵食忘れて夢中になれることを。 他者にも満足できるような形に転換ができれば好きなことが仕事になってええー、まさに転職好きなことをねずっとやり続けても寝る間も惜しんでやれるようなことだったら誰にも負けないわけじゃないですかなのでぜひですね大人になると忘れがちな寝る間も惜しんで食べる間も惜しんでやってしまうことそこに皆さんのこう強みだったり価値があると思うのでそれを我慢するのではなくくだらないからこんなことやってもしか 仕方がないと思うのではなくて、ぜひそれをですね、集中してやっていただき、他者にうまい形で転換すると、好きなことが仕事になるんじゃないかなと思います。 えー、このメッセージは、Kindle 本366日毎日一言メッセージよりお送りしております。Kindle、えー、本の366日毎日一言メッセージは、こんなようにですね、一言メッセージと解説記事が文字で書いてあります。Kindle、えー、読み放題対象ですので、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ興味のある方は、Kindle 本の方も読んでいただければなと思います。